るさま。近所一斉のキックバック。キックバックについてコメントお願いします。どうもありがとうございます。地元までお越しいただきまして本当にありがとうございます。今日はあの地元で、まあもう2月も前から計画をしておりました国葬国会をさせていただきました。後援会長、それからまた自民党の県会議員の先生方、あるいは町会議員の先生方は大勢あのをいただいて、たくさんの方、皆さんご存じかと思いますけども、多くの方に来ていただきまして、私も45分ほど喋らせていただきました。今日はこうして皆さんお方をお越しいただきましたので、終わった後、ぶら下がり取材に応じたいと思いますので、よろしくお願いします。まずは、皆さんおそらく今回のいわゆる私が所属を果たしております、政策集団、政和政策研究会の政治資金、あるいはまたパーティー券、そういったようなことで大変ご関心があってこられたんだというふうに思います。まずはこうした問題があって、大変世間をお騒がせしていること大変申し訳なく思いますし、またこれがいわゆる政治不信にもつながっているんだろうというふうに思います。申し訳なく思いまして改めてお詫びを申し上げたいと思います。もうたびたび申し上げておりますが、この案件は今刑事告発がされておりまして、いわゆる捜査も入っている矢に引いております。そうした中でございますけれども、これからいわゆる慎重に事実関係というものを調査あるいは確認をして適切に対応していくということに尽きるんだろうというふうに思っているところでございます。またそういったことに対応して私の政治団体これについてもしっかりと適切に対応してまいりたいというふうに考えているところです。私からは以上でございます。よろしいですか。テレビ朝日の佐々木と申します。はい、事務総長という立場だと、もしキックバックがあったならば把握している立場だと思うんですけれども、今回のこのキックバックがあった、もしあったのならば把握していたんでしょうか。いや、これは先ほど申し上げた通り刑事告発されている案件でもありますし、合わせてもうすでに捜査が始まっているやに聞いておりますので、慎重に事実関係を確認して適切に対応していくということにつきます。よろしくお願いいたします。今具体的にどういうものに対する調査精査を行っているんでしょうか。それにつきましても今先ほど申し上げた通り、しっかりと事実確認をしているということでございます。秘書の方だとかご自身に今任意聴取の話というのは東京地検特捜部に来ています。ですから先ほど申し上げている通りですね、刑事告発されていてすでに捜査に入っているということでございますので、私の方からは先ほど申し上げた通りでございます。はい、刑事告発なされて捜査中というのは分かるんですけれども、ただ一方できちんと説明をしないと国民不信感が募るばかりだと思うんですが、この点についてはか、しっかりと確認をして、適切に対応させていただくということでございます。今後しっかりと説明をする意思というのはありますか。それはもちろんそういう時期が来ればですね、そういったことは必要だろうというふうに思っております。もしキックバックがあって収支報告書に書いていないとすれば、これはどういうことになっていくとお考えですか。ですからまだそこも含めてですね、事実関係を慎重に今確認しているということでございます。NBC の高島と申します。はい、今回のこの報告会の方で、まずこのキックバックの件にも関してそういった報告というのはされたのでしょうか。やはりいろいろ報道されているところでございますので、皆様方にお騒がわせあるいは応援していただいている方でございますので、ご迷惑をおかけしていることは申し訳ないということは申し上げました。はい、詳しい中身についてはこの有権者の皆さんに、につきましては皆様方に今申し上げた通りのことを申し上げた次第でございます。そこに関して何か疑問の声等はありませんでしたか。あ、ございませんでした。続いてすみません、今国対委員長をやられておりますが、この職は引き続き続けるということでよろしいでしょうか。職責をしっかりと全うするということが今の私の務めだというふうに思っております。辞任する意向は今のところないということですか。これからもしっかりと職責を全うしてまいりたいというふうに思っております。
事務総長も続けるということでよろしいでしょうか。まあ、これからも引き続いて、いろいろな私あの立場ございますけども、職責をしっかりと果たしてまいりたいということでございます。関連してあの、はい、事務総長をあの変更する方針という報道がありましたけれども、何か連絡だとかそういったものがありますか。存じ上げません。国対委員長を変更する方針という報道も出てますけれども、これについていかがですか。存じ上げません。全く何も連絡来てない。私は今とにかく今の自分が与えられている職責を全うしていくということに尽きるというふうに思っております。はい、金石読売新聞の浅木申します。はい、あの先生、高木さんはあの整備新幹線の委員会の委員長を務めていらっしゃいますが、はい、まあ、もなく予定されているというふうにも伺いました。そのあたりの予定いかがですか。これも実は先ほど申し上げている通り、いろんなお仕事をいただいてますけども、しっかりとそうした仕事役割を全うしていくとでございます。あの有権者の方にはしっかりと、まあ、説明する機会を設けたいというような趣旨だと思うんですが、いつどのタイミングでどういう状況に、今まさにあの派閥の方で、しっかりと本日関係を確認しているわけでありますから、そうしたものを踏まえて、ということになろうかというふうに思います。先ほども質問ありましたが、ご自身や秘書の方に聴取がもうすでに任意聴取が入っているというようなことはあるんでしょうか。それも含めてあの今まさに警告がされている、そしてまた捜査に入っていると矢に聞いておりますので、今はしっかりとそうした事実関係を確認していくという、そういうことでございます。聴取されていなければ、あの国会が閉じてから聴取になると思うので否定されればいいと思うんですけど、聴取されていることを否定されていないのはどういうお考えなんでしょうか。要は今はですから、まさに先ほど来申し上げている通りですね、刑事告発されて捜査も入っているやに聞いておりますので、慎重に事実関係を確認している最中であるということでございます。最後に言ってだけ、このキックバックの報道ですけれども、高木さんご自身は今誤報であると思ってますか。どういうご認識でいらっしゃいますか。それにつきましても先ほど申し上げている通り、事実関係を確認しているという状況でございます。はい、すいません、次の、まあ、ですので、これで地元の有権者は県民に対してもう一度させていただきたいと思います。先ほど申し上げた通りでございます。お騒がせをしてご心配いただいている方もたくさんいらっしゃると思いますので、心からその点につきましてはお詫びをしたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。